まして、女性の方で京都から来られました、司太夫さん。3回目やね。ね。このために京都からたった一人乗り込んで、高知の温かい人のもうおかげでね、みんな応援が してくれはるのでね、でもう昨日おとといですか、知事と市長にいたら、よっしゃしっかり京都まで頑張ってこいよ言われましたので、なんででもおとなしく綺麗に本職これですので、せやし、アップはない。本職はこれですので、はい、綺麗にの。はい、では3回目の挑戦でございます。優勝するまでここへ通うてくるというもう律儀な、ね、方でございますので、はい、では しなやかに飲んでいただきましょう。口つけて、はい、よーいスタート。はい、グータイム20秒3。はい、ただいまのタイム20秒3、こぼしなしです。しなやかに飲んでいただきました。京都からわざわざ飛行機でここまで駆けつけて3年連続女性の部の2位は、3年で連続で京都山科からお越しをいただき、昨年は特別賞を受賞されました司太夫さんに2位が決まりました。はい、おめでとうございます。まあ来た甲斐があったということでございましたね。司太夫さんは京都からお越しをいただいております。まだ足取りもしっかりとしておられます。はい、じゃあ舞台の方にどうぞお願いいたします。これで市長やね、知事にもね、京都のみんな、それからね、前日にも祇園で飲んでてね、頑張ってくるしなと思って、ちゃんとね、もう帰りますわ、これで、2位もらったよ、言うて、はい、こじゃんと高知のお酒をせんで、豊の海を、はい、京都で広めてくださいね。表彰状大杯飲みのし大会女性の部準優勝司太夫殿、あなたは第53回泥目祭りにおいて当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえこれを表彰します。平成21年4月26日司赤岡泥目祭り実行委員会会長浜田義生。なお改めてご紹介します。司太夫さん、昨年も来てくれました。この泥目祭りでね、本当に京都からわざわざ来てくれましてね。今私の隣に言うてます。優勝するまで頑張ってくるところでございます。どうぞ皆さん、まだ声援のほどよろしくお願いします。山下に行った時には司太夫さんのお店にも皆様行くと、今日司太夫さん山下に行ったら泥目祭り見た方は何、いくら山下に店じゃないんですけどね、京都に来てね、司と言っていただいたらほとんど通じますので、司知ってるでって言ったらなんでって言われるぐらいなんです。そうなんですよ、もうインターネットでももうパッチリと出ておられますのでね。はい、じゃあどうもおめでとうございました。ありがとうございます。はい、司太夫さんでございます。気をつけてお帰りくださいね。